アイスホッケー選手だったっていうのもあるんだけれども、今回監督っていうことで、まあ、今までそういう役をしたこともないし、で、まあ、せっかくのチャンスだからっていうことで、いろんな今まで僕がホッケーで携わってきたお世話になった監督たちをモデルにしながら、それをベースにやっていく作業を楽しみつつ、みんなが稽古している間、一人でこのスーツ姿でこう耐える耐える耐える、それでその孤独を楽しみながら、まあ大体どの監督もそういう感じなのかなと思いながら、なんかこうしゃわなければいけないみたいな、でまとめなきゃいけない、いろいろこう考えることが、ちょうど本当のリアルにスポーツの監督と照らし合わせることを努力して、今役を作っていく感じです、はい、僕が小学校4年生の時に赴任してきて、それで体育の授業に仁先生が来ることになって、でその時跳び箱かな、跳び箱とドッジボールをやって、跳び箱を一番高い段を俺がボーンって飛んで、もうね、その後ドッジボールでもらった瞬間、片っ端から敵チームをぶつけて、ボールをぶつけていって、体育終わりますって言った瞬間に、お前、オッケーやれ、な、オッケーやれ、今、部員を集めてるんだ、つって。それで、職員室で、多分校内放送流したんでしょうね。4年2組の R 君、4年2組の R 君、職員室に来なさい、つって。もう放課後だったんで、もう帰ろうと思った時だったので、行ったんですよ。そしたら、よし、防護、もうお下がりの防護、片っ端から、で、つけて、うん、いいな、よし、オッケー、よし、じゃあ今日これ着て帰れ、つってで、それから俺、ホッケー部員になりましたそうですね、もう教え子をたくさん、もう輩出してますし、まあ、苫小牧で、今日人生で来てるよ、って言って、だからもうみんな、みんな集めなさい、って言ったら、みんなバカみたく集まるっていうね、もうそれぐらい偉大な人で、で、最後に仁先生が必ずじゃないということは、いいのさ、俺はね、お金なんかいらないの、お金なんかいらないの、俺にはね、お前たちっていう財産がいるから、うん仁先生、名前いきなりにも仁先生をモデルに作らせていただいてもらってますけれども、まあ、その中には中学校の沖田先生とか、それから、僕より先に教えていた鈴木司監督とか、それからうちの駒沢高校のもう亡くなってしまいましたけれども松原先生とか、それを全部ベースに今それを全部ミックスして作ってる最中です。その中でも仁先生の、バックボーン、仁先生が僕たちに伝えたことを、これをベースにいろんな監督たちも取り入れて作ってますので、だから先生俺そんなことしたっけとか、俺そんなこと言ったっけっていう感じになるかもしれませんが、俺たちの中ではそういう感じになっております。そしてみんな仁先生ベースにしたんだって言ったら、分かる分かるっていうぐらいの仁先生のホッケーに対しての熱さ、それから熱苦しさ、ホッケーに対してのその情熱、もうそれを全部踏まえて今回このペナルティーキリングの監督役を詰めていきたいと思っておりますので、でも間違いないのはベースは仁先生でございます。以上です。監督としての孤独、それからまとめなければいけないこの苦悩、それから僕たちが携わってくれた沖田先生、松原先生、鈴木司先生の、苦悩、いろいろそれを一人で背負ってるつもりで、頑張りますので、僕の監督像どうか皆さん見ていてください。あと選手たちはもうバッチリなんで、あとはもう僕が全部まとめるという形で、それぐらいの気持ちで選手たちには申し訳ありませんが頑張ります。